い、どうもこんにちは、マガレツです。今日なんですけれども、Apex モバイルやっていこうと思うんですが、今回は見るだけで強くなり、知識で圧倒できる、Apex モバイル裏技まとめということで、やっていこうと思います。前回、小技まとめっていう形でね、お話をさせていただいたんですけれども、今回は裏技ということで、アビリティの使い方だったりとか、あまり知られていないことをふんだんに盛り込んでますので、ぜひ参考になったなと少しでも思っていただけたら、高評価していただけると嬉しいです。そして今回は、わかりやすいように、ちょっと TPP のね、視点でね、お話をさせていただいてますので、よろしくお願いいたします。まずは1つ目、バンガロールだったりジブウルトありますよね。このアルティメットを避ける方法をお伝えしていこうと思います。まず敵がジブラルタルだったりとするじゃないですか。こんな感じでジブウルト、遮蔽物がないところに投げられてしまうってことが結構ありますよね。そんな時どうしようもないから、こう逃げるしかないんですよね。でも逃げるしかなくても当たってしまって、スロー効果も入って、こんな感じでやられてしまうっていうことあると思うんですよ。これがバンガロールだったりしてもそうです。ただそんな中、パーティーに1人でもなんとこちらのキャラクターオクタンがいると、それを回避することが可能になってます。はい、ジブールと投げてもらいました。はい、空爆が来ますよね。すぐさまジャンプパッドに乗って、こうやって2段ジャンプなどしてジャンプパッドで、はい、避けることが可能になってます。これはめちゃくちゃ強いよね。1人オクタンがいると、これ全部空爆を避けることが可能です。なので皆さん、こちらを覚えておけば、終盤めちゃくちゃ狭い平地のところでジブラルタルのウルトが来た時は、こんな感じでジャンプパッドで避けることが可能になってます。まあ、味方にねジブラルタルがいるとするのであれば、ドームとかで弾くことは可能なんですけど、ジブラルタルのドームを切っちゃった時とかっていうのは、こんな感じでジャンプパッドで防ぐことが可能です。これが例えば、はい、バンガロールのウルトだったとしても同じです。はい、こんな感じでバンガロールのウルトがミサイル刺されますよね。これもこんな感じで防ぐことが可能です。はい、これで回避をして、なおさら敵に打ち返すことだったりが可能になってますんで、これは絶対に覚えた方がいいですし、モサの人だったりとかプレマス隊で勝負してる人らの最終盤っていうのは、こんな感じでジャンプパッドでみんなピョン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 飛びながら回避をしたりしております。皆さんもね、ぜひプレマス隊とか行ったら、こちらの方覚えてないと最終盤でやられてしまいますので、ぜひ覚えておきましょう。そして続いてなんですが、レイスの裏技についてお話をしていこうと思います。まず裏技1、虚空ジャンプになります。この線を起点にしてジャンプするとどれぐらい飛ぶかっていうとですね、こんな感じ、はい、これぐらい飛ぶことができるんですね。ダミーのちょっと先かなぐらいなんですけど、実は虚空を切ってスライディングジャンプした後っていうのは、それよりも飛距離が伸びます。はい、いきます。ほっ、こんな感じで若干ではあるんですけれども、飛距離が伸びます。これをどこで使うのかっていう話になってくるんですけど、崖とかの最終アンチになった時とか、ここで車線が切らなければいけないとかっていう場所があったりするじゃないですか。そんな時にこんな感じでジャンプしてってなっても、一歩ねガクってなってたりするわけですよ。それが虚空切った後だと、はい、ならないでこのまま進むことが可能ということです。まあ逃げる時だったりとか、これを使って逃げたりすると、より早く敵から回避することが可能だったりします。進める時も虚空使ってスラジャンとかして、こうやってねバニーホップとかすると、より敵に早く詰めることができるんで、こちら覚えておくといいんじゃないかなと思います。続いて最強のポータルの作り方をお話ししていきたいと思います。ポータルっていうのは、はい、初めの開始地点を起点とし、そして奥まで行くと、はい、ここを終了地点としますよね。これ終了地点から開始地点まで出ることができたり、開始地点から終了地点に出ることができたりしますよね。これをなんと最強のポータルに仕上げることが可能なんです。ポータルを設置する。まずは普通のポータルをこんな感じで切ります。これは通常のポータルなんで、出たらそのまま正面を向いて出るんですけれども、なんとこちらリフトを敷いた瞬間にジャンプなどをして視点をずらすと、変な方向にリフトを向かせることができます。いきます。ポータルを設置する。はい、こんな感じで同じような感覚でポータルを敷いていきますよと。はい、敷きました。ポータル展開。まあここで戦ってますよね。僕らが逃げますと、敵も入ってきましたっていうと、敵はどうなるかっていうと、視点がこんな感じで下向いちゃったりするわけですよ。なのでこっちのポータルであったら、通常敷いたように正面を向いて入ってきた瞬間に敵はやり合うんですけど、このやり方のポータルですと、敵は入った瞬間下向いてしまいますんで、はい、すぐには打ち返せなくなります。詰めてきた敵を下向いてる敵に一方的にこっちから打てるという感じになってます。コツとしましては、リフトをアルティメットボタンを押しつつジャンプなどをして、起点をこうやってずらして、このままポータルを敷くと、はい、戻った瞬間にこんな感じ
なります。はい、もう正面向いてないですよね。もっとおかしなことやると、まあ、上向いたりとか下向いたりとかやると、はい、ポータルを敷きましたと。はい、どんな風になるのかっていうと、はい、もうわけわからん方向向いちゃうんですよ。なのでこれ自分たちがこうなるっていうのは分かったとしてても、敵はねこんなね視点になるとは分からないわけですよ。なので入ってきた瞬間に打ち込めば一方的に僕らの方がダメージレス勝てるっていう感じになってます。続いてポータルキャンセルについてです。はい、ポータルのボタンを押すとこんな感じで、もう発動しちゃった、間違えたっていう時、ちょっとぐらい移動するぐらいであれば、はい、キャンセルすることができます。半径 1-2m ぐらいまでだったら、はい、全然大丈夫です。動いてでも、はい、キャンセルしてもまたすぐ使えるようになります。距離を置いてしまうと、はい、この辺とかだと、はい、ポータル開いてしまうんでご注意ください。なのでポータルいるって言って、はい、ポータル用意したけど、いやいや今いらないいらないってなった時に、もう一回リフトを押せば、こんな感じでポータルは敷かれないで、しっかりとアルティメットゲージが 100% になっている状態でキャンセルすることができるので、こちら覚えておきましょう。ただちょっとでも動いてしまうとキャンセルできなくなっちゃったりしちゃうので、こんな感じでしっかりと、はい、キャンセルすることができるっていうことを覚えておくと、大事な時に使うポータルを無駄にすることはなくなりますので、ぜひこちらの方も知識として入れておきましょう。リロードを高速化する方法について、301カービン持ってるんですけど、これを打ち切った状態でリロードするのと、打ち切らないでリロードするの、どっちが早いかっていうのを装填時間を調べたいと思います。いきます。これが打ち切った状態です。打ち切ってリロードしてカチャってなるんですよね。打ち切らない状態でリロードすると、はい、こんな感じでカチャっていう動作がないため、打ち切った人たちよりもリロードが早く完了するため、すぐに打ち返すことが可能になってます。はい、こんな感じですね。なるべく打ち切らないような形でリロードするのをおすすめします。本当に打ち切ってしまうと、わざわざねこのすぐリロードで打ち返すことができなくなっちゃうんで、本当に 0.5 秒から1秒ぐらいね遅れてしまうんで、ただこの 0.5 秒から1秒っていうのが、この Apex モバイルの中では近距離戦闘では一番大事なところになってくるんで、そこでダメージレース負けてしまうと結局打ち負けちゃったってことになりかねないので、こちらの方を覚えておくといいんじゃないかなと思います。なんなら打ち切る前にリロードするんじゃなくてサブに変えて打ち込むとか、ね、こういうのも大事ですね。ただここで注意点なんですが、ウィングマンとかになってくると、これ打ち切ってない状態も、はい、打ち切った状態も変わらないリロードの武器もあるということを注意してみてください。ウィングマンとかは全然最後まで打ち切っていいっていうことですね。続いてなんですが、敵に倒されてしまって金ノックになってしまった時の金ノックの性能についてお伝えしていこうと思います。金ノックやノックダウンシールドっていうのは非常に有能で、はい、倒されました、シールドオンにしますよね。でシールドオンにしている状況で、投擲物のこんな感じでグレネードが来ましたという時には、はい、こんな感じでガンシールドを前にするとダメージを食らいません。なので後ろの方にいる味方にもダメージを与えないようにしてあげられることができるんですね。金ノックシールドめちゃくちゃ強いです。これがアークスターだった時でもそうです。はい、アークスター投げられました、目の前にいるんで、じゃあカバーするっつって、こんな感じでノックダウンシールドを持っていると、まあ、今ちょっと時間数で死んでしまいましたが、後ろにいる味方には攻撃を与えないようにしてあげることができるということなんですね。これ覚えておいた方がいいです。ダウンさせられてしまっても金ノックとかノックダウンシールドを持っているならば3日目になることができるということですね。こちらで後ろの遠方にいる味方を守ることができるということでね、ダウンしたとしてもやっぱ仲間なんで、ね、最後まで戦闘に味方と一緒に参加することができるというものになってます。続いてフェードの紹介をしていこうと思います。フェードのフラッシュバック、皆さんもご存知かと思うんですが、フラッシュバックは3秒前ぐらいの地点に戻ることができるっていうこのアビリティなんですけれども、こちら基本的には危ないなと思った時に使うことができて、地上で結構使ってる方が多いんですが、実はこのフラッシュバックジップにいる時でも使えます。向こうにジップにいる敵がいるとして、危ないと思った瞬間ジップを遡って元の地点に戻ることも可能です。これで
遠方から撃ってくる人をまたね撃ち返すことが可能だったりするんで、ジップラインのねこのまあ遮蔽物があったとしたら、こんな感じで配慮してる敵とかもまあランクマにはいたりするんですが、こうやっていた時に顔を出してきた瞬間に、まあこれジップに乗ってる時って一番危ないんで、こんな感じでフラッシュバックで戻ることがすぐ可能になってますんで、被弾をせずに戻れます。ちょっとね待っててと、自分が安全かどうか見てくるわーっていうことがねフェードにはできるんですね。味方だったらもうこれ戻れないんで、フェードだけ先に行かせて、これで安全かどうかを見に行くっていうことが可能になってます。続いてブラッドハウンドになりますね。ブラッドハウンドに関してはまあもう皆さんお気づきかと思う内容かと思うんですが、はい、スキャンに関しては前方にスキャンをすることができるようになっているので、後方への敵はスキャンできません。なので例えばなんですが、こんな感じでスキャンをしたいと思います。スキャンします。はい、高いところのポジションからやると全体的にスキャンが入りやすくなるんで、遠方から若干下の方を向けてスキャンをするといろんなところをまんべんなく見ることができるので、なるべく平地、もちろん平地でねスキャンするのも全然普通にいいんですが、高所のポジションを取ってるときはなおさらスキャンをするのを忘れないようにしておきましょう。広い範囲でスキャンすることが可能になってます。ということでいかがだったでしょうか。こんな感じでいろんな裏技をまとめてみました。もちろん裏技まとめ1っていうのね動画も出しておりますので、こちらはパート2になりましたので、ぜひ参考になったなと思っていただけたら高評価チャンネル登録お願いいたします。結構最強のポータルを使い方とか知らないところもね多かったんじゃないかなと思いますんで、ぜひこれは使ってみてください。レイス使いとかは特にあれはおすすめです。味方にとっても有利な戦況を作ることができますし、敵にとっては嫌なポータルを敷くことができます。 APEX っていうのは敵にとって嫌なことをするとより勝ちやすくなるっていうバトルロワイヤルゲームになってますんで、ぜひ敵が嫌がるのを追求した立ち回りなどもこういう裏技で学んでいっていただければなと思いました。ありがとうございました。それではまた次回の動画生放送でお会いしましょう。概要欄には Twitter なども貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画生放送でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。